こんにちは、くまみきです。今日は4月のお気に入りを紹介していきます。いや、4月はあんまり記憶がないんですよね。4月は時代劇の撮影してディズニーランド行ったぐらい。あれ、何したっけ。もう気づいたら5月になってて、ゴールデンウィークも特に何も予定ないし、っていうか混んでるから家にいたいしみたいな感じなんですけど、まあとりあえず4月のお気に入り紹介していきます。1個目、今つけてるこのネックレスとピアスです。これはミチコケットっていうブランドさんのなんですけど、このパーツがね、なんかヴィンテージらしくて、一個一個すごい細かい作りになってて、前は割とポップな感じのアクセサリーが好きだったんだけど、だんだんちょっと細かい感じの、色とかはやっぱりパステルが好きだけど繊細な感じのが好きだなって感じになってきて、でこれがねすごいこまごましてて、このピアスとかもすごいこまごましてかわいいなって思って、ずっと欲しかったのをやっとゲットしました。今みたいなカラフルな感じの服にも合うし、あと黒とかでね、しっかりかっちりかっこよく大人っぽく決めたい時も合うかなと思って、お気に入りです。2つ目はちょっとまとめていくね。化粧品が今月この2つがお気に入りです。今これ両方ともつけてるんだけど、1個はシャネルのルージュココ450番イナっていうカラーです。これ前にシャネルのイベント行った時にメイクさんにこう試してもらって選んでもらった色だったんですけど、そのイベントの後もずっとこの色が頭の中に残ってて、でね、撮影で濃いピンクが必要だっていう時があったのでっていう言い訳を自分につけながら1個購入しました。少し青みのピンクですごい綺麗に発色してくれるんで、最近よく使ってます。でこれと合わせて最近よく使ってるのが、クリニークのスーパーバームモイスチャライジンググロスのラズベリーっていう2番の色です。これは前にクリニークのパーティーでお土産でもらったやつなんですけど、なんかねすっごい硬いんですよ。このグロスグッて押してもすごいゆっくりグッて出てくる感じでね、真ん中だけポンってつけたい時とかもね、ちゃんとその場にとどまってくれる感じがして、すごいね使いやすいです。3つ目は飲み物いきましょう。飲み物、最近変わった飲み物、おー、最近変わったのがうちにあるんですよ。こっちがノムスデザートビネガー桜ってやつで、お酢屋さんのやつですね。これはねお湯とかあとサイダーとかで4倍に薄めて飲むんですけど、酸っぱくってでもいい香り、桜のいい香りもして、あと飲んでるとねすごい健康的な気分になるんでお気に入りです。なんか元気ない時にこれ飲んで、よしもうちょっと頑張ろうみたいな感じでよく飲んでます。ともう一個がこちら、ヒソ、おー、ラベルこっちだね、ヒソカです。これはねマイリトルボックスに入ってて最近知って、でまたプレゼントでいただいたんですけど、ハーブ濃縮飲料ってやつでね、これまたなんだかちょっと健康的な感じです。でこれクランベリー味でね、他の味もいろいろあるんだけど、で飲み方がお湯とかソーダとかリンゴジュースとか、あと私が好きなのは牛乳で割るのがすごい好きで、あとヨーグルトにかけたりとかも OK なんだけど、牛乳で割るとなんかねちょっと牛乳にとろみがついて、ラッシーってほどじゃないんだけど、ちょっとなんだろう、とろみがある飲み物になってすごい美味しくって、よく寝る前とかに飲んでます。なんかこういう系のね飲み物飲んでるとすごい自分が女子な気がしてテンションが上がるんで、よかったら皆さんも試してみてください。そして最後がこちら、フェルエケアパックヘアトリートメントです。これはね私がいつも行ってるヘアサロンの美容師さんがおすすめだよって言ってくれて、それから使い始めたんだけど、なんかヘアパックって大体つけた後トゥルトゥルしてやったぜ綺麗になったぜっていう感じがするんだけど、これはねなんかあんまりトゥルトゥルなんなくって、えって思ったんだけど、それが逆にこう中から修復してくれるのかなっていう気がしてて、かといってトゥルトゥルではないんだけど、こうちゃんとまとまりがあるような髪に仕上げてくれました。なんかねプロフェッショナル用って書いてあるから、普通のドラッグストアとかじゃなくてちゃんと美容室用とかそういう感じで売ってるやつなんだと思います。 Amazon でも売ってたんで動画概要欄にリンク貼っておきます。以上4月のお気に入りでした。
5月はね、そうだな、最近暑くなってきたんで、なんか半袖とかいろいろお洋服を買いたいなと思ってます。あと5月はね、京都に行く予定もあるので、京都のおすすめのお店とかいろいろ知ってる方いたら、よかったらコメント書いてってください。それじゃ、バイバーイ。